皆さん、はじめまして。東京都のプレイズレポーターの EMC ゴスペルジャズバンド With マスクワイヤーの荒沢美代です。今回は10月3日のゴスペルライブブライタデーのレポートをします。今回で7回目となる EMC ゴスペルジャズバンド With マスクワイヤーのライブが10月3日、四谷区民ホールにて行われました。毎年 EMC はイエス・キリストを知らない人々にゴスペルを通してその愛と恵みに導くことを目的としてビッグライブを年に一度行っています。このビジョンを分かち合った有志たちが今回ブライタデーで一つになりライブを大いに盛り上げました。日本のゴスペル界の第一線で活躍しているメグさんをはじめ、韓国のブラックゴスペル界を代表するゴスペルチーム、ヘリテジの皆さんも加わり、一つの心で主イエス・キリストを賛美しました。ヘリテジの皆さんは、宣教の思いを抱き、無償でライブの奉仕に携わってくださいました。一人一人が日本への熱い思いや愛を持って、会場にいる多くの兄弟姉妹に接してくれていました。特にライブの前、出演するみんなで手を握り、祈り求めた時に涙を持って熱心に祈っていました。国と言葉を超え、イエス・キリストの愛によって一人一人が結ばれ、神の家族になる恵みを深く分かち合うことができました。ライブのファーストの時には、EMC のオリジナル曲など個性あふれる賛美が続きました。日本の音楽シーンで活躍している若手ミュージシャンで構成された EMC ビッグバンドによって、ジャズやラテン、ファンクを加える新しい試み満載のゴスペルを会場いっぱいに奏でました。特に今回のテーマ曲であるブライタデーは、EMC のオリジナル曲であり、悲しみや苦しみの環境にあるすべての人々にイエス・キリストの光が望むことを求めた内容の賛美でした。この日に集った一人一人の上に主の光が望むようにクワイアとバンドが一つとなって賛美しました。セカンドの時にはメグさんをディレクターに迎え、ヘリテジと EMC マスクワイアが共に賛美をしました。力あふれるメグさんの指揮に合わせ、パワフルな歌声で会場を埋め尽くしました。ジーザスペリットオールから賛美が始まり、最後の I Believe I Can Fly はイエス様の中で自由に飛べることを求めて賛美し、ライブはクライマックスを迎えました。最後は EMC のメインボーカルも加え、もう一度テーマソングのブライタデーを賛美し、ライブを終えました。クワイアの皆さんの歌や振り付けを持って歌う、生き生きとした姿を見ているだけで恵まれる素晴らしい時間でした。ライブが終わった後も、ライブに集ったすべての人がその場を離れることなく余韻に浸っていました。伝道を目的とするライブなので、お客様のほとんどの方がノンクリスチャンの方々でしたが、新しい力や慰めを受けたとのお声をいただきました。ある方は、うつ病と戦っているさだなかで深い感動を受け、涙を流した方もいらっしゃいました。ライブを7回目まで続けるうちに、多くの兄弟姉妹がイエス・キリストに立ち返りました。毎回このライブのために見えないところで信仰による奉仕や祈りと断食によって支えるスタッフの皆さんがいるので、さらに祝福に満ちたライブとして栄光を主に返すことができました。ゴスペルは他の音楽とは違い、神の福音であり神の愛と恵みです。世の中の音楽は心に響きますが、ゴスペルはそれを聞く人の霊や魂にまで命の影響を及ぼします。ゴスペルの中には神の愛と力と癒しと命の約束があります。その神の愛を伝えるために私たちもさらに励んでいき、多くの実を結ぶために頑張ります。以上、東京都から荒沢美代がレポートいたしました。